です。今ですね、はい、まあ、ベトナムから帰る途中のこのトランジット、うん、これ今9時間時間があるわけですよ。はい。なので外に出ちゃいました。今からソウル市内へ向かって、はい、焼肉を食ったり、なんだろう、ソウルを観光したいなと思っておりますよ、ね。はい。じゃあ、はい、もう両替も済んで、済んで、あとはもう行くだけと。行ってみましょうよ。実際まああとね、6時に着いて今6時半だから。まあ、ちょうど8時間後に飛行機が飛び立つって感じですね、うん。とりあえずソウルの方に向かいましょう。遊びに行きましょう。遊びに行きましょう、はい。行き方は分かってるのかな。サブウェイ。サブウェイ、OK。はい、レッツゴー。太郎ちゃん、場所が分からんな。分からん。指定された駅どこか分からんな。分からん。読めんもんな。ハングル。助けてもらいましたね。若い韓国人兄ちゃんにね。ありがたい。しかも英語も喋れるという、うん。これがチケットですね。おっしゃ、開いた。韓国での初買い物はカサビア。酒飲むのね、朝から。太郎ちゃん、うん、やっぱりこう電車に乗りながらビールを飲むっていうのはマナー的にはどうなんやろうね。相手のおちゃんは OK、ノープロブラム。決してマナーは良くない、ね、マナー良くないね。こんな韓国のスカンペンビールをやってしまったな。朝6時、朝6時楽しみ。満員電車ですよ。満員電車8時だから出勤ラッシュ結構混んでますよ。早く降りたい。お疲れ様です。お疲れ様でした。今どこですか。ここはカンナム地区かな。カンナム地区かな。カンナム地区で太郎ちゃんの知り合いと会う。そう、俺の知り合いの韓国人のサーファーの。そうだね、うん、でそこでちょっと今我々焦ってるんですけど、そうちょっと時間がなくて、そうそう、とりあえず焼肉を食おうと。その通り、韓国来たらね、すげえ適当な店に入るっていうね。有名店じゃなくて、有名店じゃなくて。そう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 とりあえずね、ここに、よくわからんけどここに入ります。じゃあそんな感じで、とりあえず中に入りましょう。 OK、 ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯。乾杯。肉来ましたね。うん、来た来た。これね、勝手に焼けて感じ、焼いてくれるのかな。動かない。うわぁ、今、キッセンが美味しい。美味しそうよ。美味しい。美味しい。うん、美味しい美味しい。うわぁ、手頃美味しい。ジューって並んで美味しそうよ。美味しそう。美味しそう。美味しそう。うん、이모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 食べてるわけ。うんうん、コリアンバーベキューに関して、うんうん、うるさいですよ。うるさいよね。ね、いいもん。いいもん。いいもん。マシそう。マシそう。おいしそう。おいしい。マシそうでしょ。マシそう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 。チンジャー。チンジャーマシそう。いただきます。韓国のバーベキュー。これなんだっけ。カルビ。カルビ。カルビ。いただきます。マシそう。マシそう。マシそう。これごま、うん、ネギのして、こ
っちじゃ行っちゃいましょう。ヒデデキハルビを乗せて巻いちゃってね。これうまいぞ。うん、うまい。できましたよ。できました。絶対먹어도될것같구나。いや、めちゃくちゃうまいやん。うまい。こういうローカル感溢れてるとこ最高やな。うん、普通にうまい。スンドゥブなんかな、おすすめのスンドゥブって。おなんやろな、白いんや。味噌じゃないそれ。味噌か、大豆ベースで、餃子入っとって500〜600円。500〜600円、買ったの。エリで食ったら10ドル。うん、これちょっとあれやわ、はじめちゃん、うん、パンチがないわ。このスンドゥブは LA のがうまい説あるから。もともと韓国のもんやけど、うん、LA で流行って、それが逆輸入で韓国でまた流行りだしたって聞いたことがある。スンドゥブは LA、 コリアタウンのスンドゥブが一番うまいって言おうか。タロちゃん、会えたね。会えたよ。カリフォルニアで一緒にサーフィンしてて、タイラーサーフショップって、チュットビーチって、かなり有名なサーフショップのオーナー。4人、4人、タイラー。みんな、韓国に旅行行って、サーフィンとかする人だから、ぜひともタイラーショップ行って。オッケー。パタゴニア使ってるから。うん。4人の名刺。うん。大丈夫出して。大丈夫。全然大丈夫。カンペカンペカンペ。そうね、そうね。目上の人には。コリアンスタイル。冷麺です。あー、コリアン冷麺。コリアン冷麺ですよ、本場の冷麺。写真撮ってる。めっちゃうまいです。うまい。うまい。うまい。時間ないから。うん、うん、うん、そしてさ、うまい。ね、これだけやめよ。めっちゃ見せるね。はい、オッケーオッケー。時間がないから。シャオトン、ヌルトワイ。焼肉うまかったっすね。うまかった。完璧でした。完璧でした。今ね、もう慌てて空港に行かなきゃいけないから。もう間に合わんからタクシー取ってきた。安かったわ。安いわ。カリフォルニアで食う、うん、コリアン焼肉の、うん、まあ、半分以下の値段やな。怒ってもらったんだね。あ、そうそうそう。そう、ヒョンニーが怒ってくれた、まさかの。怒ってくれてね。申し訳ない。申し訳ないけど。まあ、味の方はね、味の方は近所のガーデングローブのコリアンバーベキューと、そんな差はない。差はない。差はなかったな。あっちの方がうまいかもしれない。かもしれんね。スンドゥブに関しては、絶対エルのうまい。いや、太郎ちゃん、はい、韓国も最後ですよ。ベトナム、韓国と来て、もうこれから USA に戻ります。戻るよ、もうせっかくの楽しかった旅が。名残惜しいよ。惜しいわ。まあ、韓国、美味しいもんいっぱい食べたよね。もう何食っとる。何食っとるお前。はい。最後アメリカですか。アメリカ、アメリカが恋しい。 Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe buttonFollow Pajime on Twitter and Instagram, and we hope to see you back again soon. カリフォルニアが恋しい。恋しいな。帰るぞ。帰ろう、カリフォルニアに。バイバイ。お疲れさん。旅終了。お疲れ様でした。